ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。バイオハザード続きから再開していきましょう。前回さらに地下に降りてきて、スターズの仲間エンリコと出会うも何者かに射殺されると。もう一本クランク出てきた。で、その立ち去った者の後を追って再開ということになりますね。六角クランクと四角クランク。バイオハザードシリーズの定番のクランクが、わあ！びっくりした。失礼。再設置かよ。せっかくさっきバリー倒してくれたのに。これどっち行きゃいいんだよ。マップの構造が全然わかんないんだけど。これ全然わかんねえわ。どうなってんのマップこれ。よくわかんねえぞ。右上のちっちゃい小部屋みたいなのこっちか。え、なんかあるけど。救急スプレーじゃね？ただ、アイテム圧迫してんだよね。救急スプレーを取ることによって、これグレネードランチャーじゃねえのか？グレネードランチャーの弾か。うい。いいですね。ありがたい。この発電機動かせんのかな？今では動きそうもない。こっちの扉に入ることによって戻るっていうことですかね。マップの構造がいまいちよくわからない。西か東か北か南か。ほら、いるいるいる。なんで自動標準働かないのさ。あまり遠くにいると働かないってことなのかな。あー、不意打ち！えっぐ。今これ両腕吹き飛ばなかった。ハンターは敵とはいえ残酷。で、もう片方行けるところがあるんだよね、こっち側に。こう、曲がり角に差し掛かるたびに武器を構えるというね、この徹底っぷり。だって怖いもん。穴が開いていて通れない。そのぐらいジャンプして通れや。六角形の差し込み口がある。あ、そっか。結果的に、最初にエンリコに会わないとこっちから先には行けないってことか。じゃあ、ぐるぐる回して、床作ろう。疲れた。バリー変わってくんない？ということで進めるようになったぜ。さらに奥へ進んでいきましょう。タイプライターだけあってインクリボンがなかったんですけれども、敵がハンターなだけに一回セーブしときたいんだよね。ここは一本道だ。これ何？怖い！なんか物音するけど。ちょっと嫌だ予感が。やはり！この仕掛けだわ。ふんころがし。名付けて。逃げろ！気合で。ふーい。セーブしてないだけに、即死トラップは恐ろしいわ。壁に穴開いてんだけど、こっちにも行けんじゃねえか。ああ！やばい。やばい。どうしよう。どっち行きゃいいんだ。こっちにも扉あったよね。ないわ。あんじゃねえか。扉じゃねえわ。何言ってんの。
火炎弾が欲しいな。使うかもったいねえけど。アイテムボックスまで戻れば回復アイテムはたくさんあるからね。火炎弾を入手しておきまして、先へ進んでいきましょう。この岩が転がって壁をぶち破れないと、先に行けない扉ってどういうこと？一回こっきりの仕掛けか。なるべく正面に立たないようにしよう。こういうタイプの敵は火炎弾が弱点のはずだから。倒したわ。うえぇ！来るな来るな来るな。痛い！ピンクリボン。ゲッ。他にアイテムは、ここは何もないね。言葉で、あ、そっか。あそこの扉の蜘蛛の巣破らないといけないんだったね。この小蜘蛛はね、確か火炎弾で倒すと出てこないはずなんだよ。開けるしかねえか。ここの蜘蛛のもう確かコンバットナイフか火炎弾で開けれんだよ。開かないけど。あれ？ナイフじゃねえと開けらんねえのか。ちょっと待てよ。火炎弾で開けれなかったっけ？4発も撃っちゃったわ。どうしよう。救急スプレー使うか。いや、もうやりたい放題なんだけど。そっかそっか。火炎弾でも開けられたような記憶があったけど、開けらんないんだ。あれ？間違えた。じゃあナイフで開けるしかないね。ほい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 っと。びっくりしたわー。扉を開けたら急に緊迫感のある BGM になったからね。ででんででんとか言って、え、なんなんだこれって思ったもん一瞬。はぁとか言って。そういえばいたわ、あんなやつ。ブラックタイガーね。で、懐かしさを覚えつつ、感じつつ、先に進んでいきましょうね。あ！これは安心感のある BGM。癒しの空間、優しい空間、優しい世界。わー、ここに、ありがたい箱が。どうすっかな、しかしね。アイテム結構、圧迫してっつぞ。何を持っていって何を預けていくかっていう取捨選択がね、どうしようかなっていう感じだよね。迷うね、これは。ちょっとアイテム整理したところで、そこまでカットするわ。よし、ではお待たせしました。ま、動画をご覧の方は、カットしてるから全然待ってないと思うけどね。というわけでアイテムを整理して、ショットガンとグレネード、クランク2種類と、緑のハーブを3つ調合して、なぜか銀色に変色したハーブと、これを持って先に進んでいきましょう。え？ああ、ヘビじゃねえか！ああ！何これ何これ何これ！来ないで来ないで！毒々しい色。
ちょっとこっち側に引きつけてからもう一回向こう側調べよう。来ないけど。え、これ何よ？調べらんないんだけど。これ何？いいわ。あー、鳥肌立ってる。ゾクゾクする。嫌すぎる。どうなってんだ？下と上に行けるところがあって。どっち行こっかな？こっちか。これ何？え？あ、もう中庭から出れんのか。中庭地下か。ワンゴロの遠吠えが聞こえて、溶接されていて開かない。こういう扉がどこに繋がっているかっていうのも、ちょっと気になるよね。うん、よくわからんわ。で、ハーブいっぱいあんじゃん。物を置いてきてもよかったね。しかし、ちょっと待てよ。ここいよいよあれじゃねえか、ひょっとして。丸いくぼみがあり、中に大鷲の形が刻まれている。あれ？これ2個のメダル？大狼と大鷲か。を使って先に進んでいくところじゃねえか。だけどさ、メダル1つしかなくね？今んとこ。もう片方の向かった先、道が二手に分かれてたから、そこを向かったところにあんのかな。つうかむしろそこにないと困る。あってくれないと困る。だってさ、なかったらまた館に戻らないといけないってことが始まるからね。で、また岩っころがあるね。あ、なんかあんじゃねえか。なんでー、ふっころがし。あ、よせ。角度悪かった。角度悪かった。危ねえ、危ねえ、危ねえ。やっべえ。今のちょっと、初期の向いていた位置が、このぐらいから始まったじゃないですか。焦ったわー。中庭地下の地図。ゲットして、ここは ?MO ディスク。2枚目。何に使うんだ？ちょっと調べといてみよっか。さっきも調べたと思うけど、何かの起動用ディスク。何を起動するんだよ。で、ここは六角形の差し込み口。あれ、四角クランクってもう使わねえのか、ひょっとして。そして部屋をぐるぐる回転させると。部屋じゃねえわ、通路だわ。で、こっちに進めるようになったね。あれ？進めねえじゃねえか。ちょっと待てよ。あ、左側か。左側だ。隠し通路があんのは。じゃあもう少し回し続けないといけないね。あのさ、これ反対側に回したら反時計回り動いてくれるってことないの？そしてこういう仕掛けを作ったのは一体誰だよ？けどさ、これで晴れて隠し通路が出たわけだけれども、ここの部屋の中に人監禁しといたら無敵じゃね？出ようがないよね、絶対。それを考えたら怖いわ。この部屋は六角形の差し込み口と、これはなんだ？調べらんない。開いた。うい。うい。まあ、取れねえわな。
じゃあここにクランク使っていこう。あれ使えないんだけど。回してみるか。岩がせり出してきたね。うん、奥の方に石像が1個あるから、石像をこの岩のせり出すところまで持ってきて、でその状態でクランクを使用するっていう感じかな。これもさ、よくよく考えたらすごい仕掛けだよね。石像を押すじゃなくて、あの引いても動かせる腕力がある人だったら別にこの仕掛け全く意味ないからね。で、ご丁寧にもう一回畳んどいて、そうすると石像があのスイッチの上まで動かせるようになるってことだね。だけどさ、せっかくショットガンとかグレネードランチャーとか、あの全長の長い獲物持ってるんだからさ、このスイッチを踏んだところからこう手を伸ばしてショットガンとかグレネードランチャーを伸ばして取ることってできないのかな。そういう姑息な取り方でアイテム取れない。じゃあそしたら一回整理しに行こう。例によってカットでございます。は？舐めてんのか。アイテム整理してきたのはいいけど、もう一回動かさないといけねえじゃねえか。ちょっと待てよ、クランク置いてきたんだけど。はぁ、完全に罠だったわ。よっしゃ、それじゃあ三度部屋に戻ってきたぜ。しっかりクランクがあることも確かめて、でもう一回石像を動かそう。ふぅ、長い道のりだったぜ。判定が、ちょっと待って、ちょっと待って、判定がこれで OK か。閉じちゃった。もう一回使わないといけないんだった。そしてで戻す。ふぅ、この一連の動作で何分かかってんだ。これで晴れて入手できるわけだね。よかったよかった。この本を入手するためにどれだけ苦労したことか。最後の処刑官、ありがたくゲットでございます。そして中に入っているのがこれよ。本の中にメダルが入っていた。オオカミのメダル。これを使って先に進むことが、ね、できるね。この一連の流れに憔悴しきって、もはや路列が回ってないっていう、滑舌が悪いことの言い訳。ふぅ、ちょっとアイテム整理してくるわ。そしたらクランクもういらないからね。メダルの部屋のところの、部屋じゃないな、屋外だから、メダルはめ込むところにハーブがいくつかあったからね、それを入手しておきたい。はい、それではお待たせいたしました。こちらにメダルをはめ込んでいこう。狼のメダル、え、どっちだっけ。3秒前に出てきたメッセージも忘れてんだけど、こっちが大足か。
この厳重な仕掛けの先にはどのような空間が待ち構えているのか。通路が開いて、入っていこう。そして螺旋階段を少し降りた先にはさらにエレベーターがある。エレベーターに入ってさらに地下へ。さあ行くぜ。雰囲気はガラリと変わったね。ここはラボラトリー地下1階、研究所。場所的に言うと洋館のすぐ裏のあたりの地下に広がってるってことだね。ドアは厳重にロックされている。右にプレートがある。なんて書いてある？緊急脱出口、第1級非常事態で解除されます。第1級ってどのぐらいの程度なんだよ。あの死者が練り歩くのは第1級じゃねえっていうのだよ。第1級のハードル高えな。アイテムボックスあんじゃねえか。しゃあ、ハーブを回収するために一旦アイテム整理しておいたんで、ここで改めてアイテム整理しとこう。ショットガンとグレネードの弾丸、そしてハーブを持ち歩こう。ハーブは完全回復ハーブでいいかな。で、重装備に変えて、で、先に進んでいこう。失礼。ゾンビさん、なんか久しぶりのご対面だね。これさ、ものすごい返り血浴びてると思うんだけど、ジル。普通の人間だったら気持ち悪くなりそうだよね。これだけ返り血ブワーって浴びると、ものすごい鉄の匂いが体中からしてくるんじゃないの。それにしても回復アイテムが豊富にあるね。弾薬も豊富にあるし、中盤以降ハンドガン使ってないからね。これは？ほう、MO ディスク3枚目。全部で何枚あるんだろう。入れない。電子ロック。びっくりした。また BGM に驚いたんだけど。拠点となるようなセーブポイントないかな。怖い。あっ！全ラマン！やめろ。うわ、いっぱいいる。あ、いた。距離感つかめなかった。ああ、はめられる。これまずい。くそ。初代バイオはハメがあるからね、ゾンビに囲まれると。これ以降のシリーズは振りほどいた時に点灯してくれるからいいんだけど、距離感が。頭部破壊まではもう少しあったか。入れるところがたくさんあるね。こっちから入ってってみようか。階段から降りてすぐのところから順番に。すぐこっちにも扉がある。え？どうなってんの？これは明かりじゃないの？ふぅ、明るい。タイプライダーがあれば一番良かったけど、テーブルの上に何かねえか？ファイルのようなもの。研究員の手紙。親愛なるエイダへ。
1998年7月8日。ごめん、6月だったわ。あははは、エイダ、今君がこれを読んでいるということは、私はすでに私で亡くなっているということだ。今日の検査の結果で、思った通りの反応が出た。陽性だ。もうすぐあんな姿になってしまうのかと思う。うと、気が狂いそうになる、エイダ。君は今のところ感染していない。こんなことはないかもしれないが、もし君が最後の一人だったら、映像室に置いてある資料を持ち、動力室に行って起爆装置を作動させた後、ここから脱出してほしい。そしてマスコミを使って、ことのすべてを公にしてくれ。正常に機能していれば、ここのロックはすべてセキュリティシステムで解除できる。これには、小実験室にある端末から、私の名前でログインし、さらにパスワードを入力すればアクセスできるようにしておいた。パスワードは A だ。君のだ。映像室にある地下2階のロックを解くには、私と君の名でアクセスした後、さらにもう一つのパスワードを入力しなければならない。ここポイントだね。パスワード入力。エイダと、で、こいつの名前で。下に念のため暗号で記しておいたが、君ならすぐにわかるはずだ。これが私の最後の頼みだ。もし、変わり果てた姿の私を見かけたら、エイダ。君の手で楽にしてくれ。パスワードは、で、君のジョンより。はい。謎の暗号が、ジョン・エイダ。そして不自然な本棚。なんだ？ベレットのマガジンか。今更いらねえわ。主人公がクリスならもしかしたら必要になってくるかもしれないけどね。ハーブ落ちてるけどアイテム持てないんだよね。おっつ、何かあるね。スイッチがある。押しますか。イエス。ブルーライトか。目に優しくない。ツリー、アポ、マン、ウーメン。で、それぞれに対応した、このパスワードね。なんだっけ？研究員の手紙か。よくわからんわ。ちょっと待ってね。そしたら、いちいちファイル見ながらさ、パスワードと照らし合わせて、暗号を照らし合わせていけない、いかなきゃいけないのめんどくさいわ。また戻ってくるのがもっとめんどくさいから。MOOLでいいんだよね、多分。まあ、間違ってたら間違ってたでしょうよ。ちょっと待って、ハーブ拾っときたいわ。この部屋多分もう二度と来ることないから。はい、そしたら、パスワードの解読に時間がかかったところで、今回この辺で終了にしよっかな。ご視聴いただきましてありがとうございました。では、さよなら。